今日は2023年10月2日月曜日5時58分、テレビが、オクトーバーセカンドマンデー、4:55.55, 8 minutes、病院行ってきましたね。0時間かかりましたね。 I went to the hospital、take a long hours。 結局ね、膀胱炎、膀胱が炎症を起こしてるんだね。ドクターセイト、マイブラッドブラダーって言うんだね、膀胱ブラダーフレイム炎症、もう熱はね、収まりましたね。もう空気はダウン、ユーギアリタンペチでもね、なんかおしっこするときまだちょっと痛いしね。 I have a pain in the urine。 まあ良くなるでしょう。 Maybe it's OK。 This summer is terribly hot. However, electric power is not a lot. みんなエアコンガンガン使ってますよね。 Many people who are not electric power by the using the air condition。 本来ならですよ、もう電力が足りないんで、皆さん電力をなるべく使わないようにしてくださいって言うはずだよな。言うじゃん。Government asked to the people、the electric power is not enough。 So don't use a lot too much electric power。 結局ですよ、原発が必要な理由というのは電力が不足しているからですよ。The reason why the nuclear power plant is a lack of electric power。 しかしね、これ見る限り嘘だよな。 Now maybe government says forget to say that。 So it's a lie, the lack of the electric power。だから原発は必要ありませんという話ですよね。 It means not necessary. We depend on the nuclear power plants。 そういうことだけどね。忘れていないかと風が吹いかける、諦めていいのかと風が問いかける、あなたの悲しさ、あなただけのものではない、あなたの怒りはあなただけのものではない、歴史の
壁に風は立ち向かって吹く。今は見えなくとも風は君を揺らす。風になろう、風として生きよう。海を越えて、憎しみを乗り越えて、平和への思いが青空に舞い上がる。抑圧の枯れ葉を吹き落としてゆく。あなたの戦いが風を運んでゆく。あなたの優しさを風が広げてゆく。虚しさも苦しさも風は包んで吹く。今は見えなくとも風は蘇る。超かわいいんだけど。風になろう、風として生きよう。海を越えて、憎しみを乗り越えて、ということです。